どうもシャユコです。今回はここ新ステージのランバー木材ですね、ここの爆速攻略を解説していきたいと思います。この爆速攻略は基本山の上を登ったりするので、ところどころややこしいところがあるので、ここは逐一解説していきたいと思いますよ。まず最初降りてきたら、この隙間越える、でこの木のところ右に行って、この柵のない場所からこう通って、この岩こう壁登りで上に登ります。でこう登ってきたら、右の岩に乗って、ここまたこの岩に乗って、この坂を登ってあっちに渡ると、こうですね。でこう上まで来たら、ここ登って、狭いですがこの右を通っていきます。でとにかく奥に進んでいきます。ただここ下に落ちないように気をつけてください。この辺まで来ますね。そしたらあっちの奥に渡りたいので、まあ、一応そんなに勢いをつけなくていいですが、こうやって渡ると、でこの登って、この隙間を通って、この川沿いのこの岩をずっと走っていきます。でこの左側にあるですね、この低めのこの足場から地に登っていきます。ここですね、この3本この木が見える場所に向かってこうやって飛ぶと、もうすぐにゴールの穴に入れるというわけでございます。この爆速攻略はルートさえ覚えれば簡単に、早くて1分ぐらいでクリアすることができるので、とにかくですね、このちょっとややこしめのこのルートを覚えることに専念しましょう。で途中ずっと走ってるところがありましたね。細い道通って、そっからブワーっと、もう川沿いの段差を登るまで、あそこは高速移動グリッチを使うとより早く攻略することができます。高速移動グリッチは以前ですね解説しておりますので、そちらの動画もぜひご活用ください。で最後岩に登るところはですね、あまり奥の方にこう行き過ぎてしまうと、こっから降りた時にここに真っ逆さまに落ちてしまうので、そこは気をつけて結構手前でこう飛ぶようにした方がいいと思います。というわけで今回はここランバー木材ですね、ここの爆速攻略を解説していきました。今後 RTA 界隈やらでこれより速いルートが出てきたらですね、それも超爆速攻略として解説していきたいと思いますので、興味のある方はですね、チャンネル登録と通知のオンをしていただけると、俺がランバーのその動画ボーンって上げたり、いろんな動画ボーンって上げると皆さんの端末に通知がバコーンって届きますので、ぜひともそちらの機能もご活用ください。そして私今までいろんなコースで爆速攻略、超爆速攻略で、ちょっと簡単めな純爆速攻略というものも解説しておりますので、そちらも概要欄に貼っておきますので、チェックぜひよろしくお願いします。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。バイ、ここ。